sbs ラジオ超ド s。今聞きたい。静岡の百人。さあ、今を超えようと。 チャレンジを続ける静岡ゆかりの百人の方々をお招きしている SBS ラジオです。リスナーの方々からもいろいろ推薦をしていただきました。そして静岡の百人選びました。今日はその中の一人、日本の養豚研究の第一人者、もう豚肉の業界をこの方がいなかったら成り立たない、まあそういう方です。えー、富士宮市にある農事組合法人富士農場サービス代表理事の桑原康さんにお越しいただきました。こんにちは。 よろしくお願いしますお願いいたします小原さんをは、ね、最高の品質の豚を作るために行っていることそれから今後の養豚業界についても伺いたいんですがまずはあのプロフィールを簡単に私からご紹介させていただきます、えー、桑原康さん1952年養豚農家の3代目としてお生まれになりました現在64歳でいらっしゃいます、えー、日本大学農獣医学部を卒業されて86年に農事組合法人富士農場サービスを開設 しました99年には LYB 豚,豚の作出に成功されています現在豚の人工授精の第一人者として全国また海外にもいろいろな指導で行かれているんですね。さあ桑原さん、えー、養豚業界で桑原さんのことを知らない人はいないと言っても過言じゃないと。 思いますけれどもあの桑原さんは獣医師の免許もお持ちでらして、はい、ね、はい、さっきうちの猫のかかりつけの獣医さんだったんですってメッセージも頂きましたけどもで70年代の後半に日本で初めて豚の人工授精に成功されあとあの育種改良のシステムを作られたと伺っています。つまり日本で初めて,っていうことは あのその当時は海外の方がもっと進んでいたということですか。日本遅れてったってことですか。人工受精と育種回良は皆さんここにやっていたんですけど、うんええ、そのシステム化っていうのがなかなかうん、うん、あのできなくて、ええ、で、えー、人工受精と育種っていうのは両輪なんですよね。ですから片方のタイヤが発進ないと、うん、片方がどんか良くても、うん、あの早く加速ができないっていうか。で自分は、うん、まあ海外に行って。うん 日本ってずいぶん遅れてるのかななんていうところでちょっと拍車をかけた、うんうん、っていう感じですね<ー>はい、はい、それでやってみようと美味しい豚を作ってやろうじゃないかはい、はい、ということですかでその奥原さんの施設では世界の6大原種といわれるあの豚すべてを持っているという、えー、これ世界でも富士農場サービスだけなんですねえあのこれ全部揃ってるっていうことは、えー、どんなことができると考えられるわけですか えっと豚の六大品種というとですねランドレース大洋区デュロックバーク中洋区ハンプシャって言うんですけど中村さんがえまあ犬が好きだとする好きだとしますとでも六品種日本の犬もね六大犬種ってあるんですよ。そうすると千葉県秋田県紀州県土佐県 北海道品種あるんですよですから犬が好きな人でもねじゃあ6品種飼ってる人いるのかなっていうとせいぜい2つかいても3つ3品種でうちはどうせ豚飼うんだったら世界を代表する原種を飼ってしまった方が論より証拠でどんかい話をしててもね自分で飼ってみてその性格とか豚は肉質なもんですからそういうのを自分で 管理して、うん、自分でいただいて、うん、あ、どういう。もの品種に個性があるかなっていうのを、うんうん、ともかく、やってみようってことで始めて。そしたら、なかなか六大品種買ってるって、いないんですよ。あ、そういうことだったんですか。え、ねはい、豚。 で、まあ品種改良ということはつまり、あの人工受精をして。ねはいはい、それで何と何を掛け合わせて、こういうのができたとかって、そういうふうにずっと調べるわけですよね。ねそうですね。豚の、その、なんていうの、えっ、ー、と、交配っていうのは、年に何回ができるんですか。ね、あ豚はですね、うん、イノシシが進化して、もう一年中繁殖できる、そういう改良されてるんですよ。あそうなんですか。だから、その年にね。うん 言うと2.3回ぐらいは産ができるっていうじゃあ割合早く新しいものいいものをそこ伸ばしていけるっていうことになりますね。そう言っても世界中である程度の基本ができてるもんでそれ以上のっていうとなかなかそれ以上1歩2歩3歩っていうとなかなかね進められないっていうか既存の認識の中の範囲で終わってしまってるんですよね。 それをなんとか一歩二歩三歩進めていこう、ええということは当然この今の六大原種ですか、うん、こういったあの、まあ、あの中での有料血統っていうんでしょうか有料血統の精子をしっかりと冷凍保存されている、ええ、これはあの、まあ、いわば豚のノアの箱舟みたいなもんですよね。 まあ自分世界中言葉はできなくてもね、うん、もう世界中、まあ、百何十回、うん、まあ行って、うん、で世界中のその養豚の、えー、国っていうか、うん、まあアメリカオランダデンマークフランス、えー、ベルギー、うん、まあ世界中回って、うん、世界にどういう豚がいるのかな、うん、で海外は海外で、うん、その国のやっぱり伝統文化、えー、食に適したそういう改良をやってるんですね。ええ、でそういういのを改良を見ながら 日本はもっとこういう改良があるんだなっていうのをこう見てきたっていうか、うんうん、でそういう中で、うんえー、たまたま、えー、アメリカに行って、うん、あこの豚いいななんて思って買ってきて日本に連れてきてでアメリカが発表して出たデータで、うんうん、ああれは アメリカ全米ナンバーワンの成績でしたとかその子供はたまたまアメリカで2番で親子で1番2番の小原が日本に連れてきましたとかそんないろんな経緯があるんですよね。で日本を代表するんじゃなくて世界を代表する豚が日本に静岡にいるとより改良が進みますよね。やっぱりいし あの元は根源はやっぱり育種にたどりつくもんで,、うんうん、であとはその先ほどの冷凍保存をしてるんですけどうん、うん、1> 今1万本保存してやるんですけどね。豚の精子1万本例えば、うんえー、中村さんが昔の先輩偉人で、うんえー、男性で。うん 同士と尊敬し、する人います。例えば、ええ、え、そんな具体的に。誰でもいいよ。え、じゃ、じゃ、例えば、あの夏目漱石とか。そう、えと、うちには夏目漱石とか、え、まあ。世界中の、あ、日本中の偉人の。 精子をジンンバクで保管しててるっそうういイメージで日本を代表するそういう人とか世界中の代表するような豚がたまたま自分のところに集まって凍結成器で保存してあるものですから50年100年先でも将来こういう豚の素材が欲しいな将来夏目漱石の子供じゃないんですけど50年100年先にも 再現ができるように、うん、そんなジンバンクをやってるっていうああすごいですね、うん、それねそうか未来にわたってもそう過去の状態になっているその精子が冷凍されてるってことは未来こういうニーズがある時にも対応できるっていうそうそういうことかあ自分が小さい時にね もう亡くなった何人かの先輩がね、うん、地域の先輩がね、うん、昔の豚はね、うん、うまかったななんてね負け、うん、惜しみ言ったのかななんて思ったんですけどねやっぱり変に改良されてないっていうか、うんうん、今のほとんどの世界中の99%は、うんうん 経済効率優先で早く大きくなれ脂が少ない方がいいロースの芯が太い方がいいとか経済優先の改良でコスト追求型の改良ななんでですよるほども昔の豚は本当にねコスト追求型っていうかもう昔の伝統品種まあ野菜にしても豚にしてもやっぱり昔のねやっぱり伝統的なのはうまかったんですよね。昔の人はねあ そういうことを言ったんだと思って、うん、自分も巻き惜しみじゃなくて、うん、昔の豚をもう一回再現したいなと思って、うん、さっきの六大品種を集めるきっかけにもなったんですよ。うん、そういうことだったんですね。そうやって例えばその昔の、まあ、野生にあふれる豚だったりとかそういうような、えー、あの味を再現したりということもまあ可能なわけですね,ね大丈夫ですね。 だから百年先でも、はあ、あそうですか。ええ、あの例えば桑原さんは豚肉を召し上がって、ええ、これは何系だなっていうのってわかりにくい。あもうだいあとはうんあとは輸入の豚とか、うん、国産でもどこの銘柄とか、うん、まあそういぐらいは情報とあ味でくっつけますね。はあそうですか、ええ、お家でも豚肉たくさん召し上がってるんですか。あもう普通の人の2倍3倍。<laughs> <laughs> そうですよね。研究のためにはいろいろ食べて味を確認しないとなりませんもんね。そう、豚にねお世話になりながらねいただいてるんですよ。あれですか、豚をなるべくじゃシンプルな味でいただくっていう塩こしょうとかそういう感じの。そう、やっぱりよく質問してくれました。お、海外のねあの食文化ってねやっぱりそうお肉、豚肉にしてもね。 ドレッシングとか調味料でね食べる国民性でソースかけちゃったりとかねいろんなソースっていろいろんてなんちゃらソースそうするとね食材自体の味っていうのはね求めない国民性なんですよ伝統的に。でもほら日本人は野菜にしても米にしても何にしても中村さんが何が好きか分かんないけど調味料や加工して食べるよりもあこのお肉食べて甘い。 味がえ口どけがいいえ、うん、こんな豚ってあるのかなって、うん、そういう方が日本人は楽しいし素材の味を求めますもんねうでこう食卓が人ぎわいが増すし、うん、だって美味しいお肉って、うん、本当にそういったなんちゃらソースとかいらなくてあいらいらないお塩だけでもってもう本当にそうですねねえもう軽く。うん、うん あ、もう、こんなに肉ってうまいのっていう、そういう味がにじみ出てくる、その、あの油の。もう、左が出てきますね。<の> <laughs> <laughs> 毎日食べてるのに。はい、そうですか。それであの、ルイビ豚、<っ>あのルイビトンとも言っちゃうけど、<っ> LYB の、生みの親ですけど、<っ>この LYB っていうのは。<っ>の、どんな意味、どんな掛け合わせなんですか。そう、やっぱり、さっきの六大品種の、え<っ>、六、えー、つ言った、言ったんですけどね。うん その中の3品種で <A>、えー、ランドレースの L, L がランドレースで Y がヨークシャー、うん、で B がバークシャ、うん、バークシャーの B <A> あこれで LYB ルイブブタ。 さっきのこと言いましたね。いやいや,いやいやいや、言,言っていいのか、<laughs> ど,んどんどん言ってください。<laughs> ルイヴィトンですかみたいな。<laughs> まあ、これは V じゃないですか。B ですからね。ルイヴィトンですからね。はいはい、ああ、それを掛け合わせて、ルイヴィトンになってるわけですね。はい、これ、あの、さっきおっしゃったように、いろんな品種があって、これとこれを掛け合わせて、これとこれを掛け合わせたら、どういうふうになるっていう。これは、しっかりと管理されている。まあ、トレーサビリティというね、食感、はい、の飼育から、その。はいはい、製造流通まで、ずっとこう追跡。 できると、ええ、でこれはその個体だけじゃなくてあのー、何代にも遡られる、はい、そうですということですよね。遡ってやらないと育種回路ってなかなかっていうかできないんですよね。うんうん、あもうサラブレッド並みですよね。ねもうね、うん、人間の世界をはるかに超えてね、うん、もう人間の世界はおじいさんまで行くと誰だっけかなひおじいさんおおじいさんおばさんも失っちゃいますね。うん、もう豚はね、うんうん、うちのそういう 育児改良のそういう豚はね <laughs> もう六代どころか、十 <laughs> 代先までね、五十年前までね、遡れるっていうか。<laughs> すごいな、ねまあ。そうやって遡る。だってね、あのこの間、日本中の一流料理人から認められる品質という証拠の一つに。二千二年の横浜食肉市場に全国から集められた。十七万四千八百五十五と豚がいた。そのうち最高級の極上と認定された豚が三百十四頭いた。うん、で、この三百十四頭のうちの。 305頭がですよ。なんと桑原さんが手がけた血統の豚だったという。ええありがたいことで。そうですか。あのこれほどまでの豚への情熱というのはどこから来てるんでしょうか。情熱って特にないんですけどねうまい豚を作りたいっていうだけであとは静岡県っていうか富士宮市はね昔は全国一のね養豚地帯だったんですよ。で、 いいっぱい地域に、えー、自分の親父含めて豚好きの先輩がいてね、うん、あその先輩のお手伝いができたらいいなっていうことで、うん、お手伝いをしようと思って、うん、豚の獣医に、うんえー、なって<ー>でもだんだん先輩がね、うん、あのやっぱり老齢化して、うん、でもやっぱりね日本のやっぱりこう伝統文化のうまい豚肉っていうのはこう先輩から先ほどの話じゃないけど、うん、あ 受け継いだいるつもりででっていう感じですね。その私たちもあのいや木原さんが買える人豚食べたいどこで買えるんですか。あよく聞いてくれました。地元でね JA ファーマーズマーケットで海穴っていうところなんですけど海穴富士の海穴そこでルイビ豚と最近開発したね中村さんと同じね富士のセレブっていう それも両方ともね <laughs> <え>うちの2大銘柄2つ売ってくれてますそうですかえウミアナにぜひ行ってみてください<ひ>いやもう私もここに来たらもうぜひ、はあ、行ってくださいえー、今聞きたい静岡の百年協は日本の養豚研究の第一人者、はい、そしてルイビトンルイビブタの生みの親農事組合法人富士農場サービス代表理事桑原康さんに伺いましたありがとうございましたどうもありがとうございました